おはようございます。おはようございます。今日はですね、ちょっと久々に、うん、コーデをね、うん、やっていこうかなと思ってます。はい、1週間コーデ、うん。で、まあ時期的にもね、秋冬って感じなんで、うん、まあ、秋冬ものをね、千鶴さんは島村さん、はい、ファッションブランド島村さん縛り、うん、合わせるものもあるからね、全部が全部ね、上下全部が全部島村さんじゃないけどね。うん、でも上はもうほとんど島村さんですかね。で俺はまあちょっとね、最近ハットランクさんのまた新作を買ってしまったんで、はい、それをね、俺はファットランクさん縛りで行こうと思います。はい、じゃあ早速お披露目しましょう。はい、はい、ということで、はい、まずね1日目ですね、うん、1週間コーデなんで、うん、じゃあ、まず千鶴ちゃんからちょっと説明してください。こちらがフリルのリブ裏肝プルオーバーっていう、これですね多分、うん、とあとイージーパンツ、はい、秋っぽいよ ね。あとこのフリルリブっていうやつです。全部多分同じところのブランドなのかな、島村に売ってる、うん、あ、じゃあ全部島村ね。全部島村です。あ、帽子だけはニューエラだけど。そうだね、よくね、この帽子、これが可愛いって言って、結構お問い合わせいただいてたんですけど、なんかシーズンもので、もうなんか販売してないみたいなんですよ、これ。ね、そうね、そう。本当だ、結構ね、お問い合わせいただいて申し訳ないんですけど、これもう販売してないです。そうなんです。僕は、まあ今日ファットランクさん縛りなんですけど。なんかこういう色珍しいよね。だろ、うん、で、ちゃんとバックプリントもね、うんうんうん、あってさ、こんな感じでね。うん、何、はい、その靴下も、ファッションの人さ靴下は関係ねえ。まあ俺は結構いつもシンプルなんで、うん、これズボンは全然違いますけど、うん、こういうなんかデニムとか黒いパンツとか、ほんと上下シンプルだよね、いつもね。そうだね、うん、多いね。1日目はこんな感じで、こんな感じです。はい、はい、それでは2日目のコーデでございます。じゃあどうぞ千鶴ちゃんから。はい、これはでかいシャツ、うん、で、なんだっけな、ブランドなんだよね、これ。ラックスダンティア、インスタとかでもあるらしい。あ、そうなの。そう、の M サイズ、うん、うん、なんかね、ちょっとコーディロイっぽい。あ、確かに確かに。素材で、で、その上にこのベスト、うん、チェックダブルベストっていうやつを合わせました。かわいいじゃんね、いい感じで。これスカートはね、スカートっていうか、これはもともと持ってんだよね。そうそうそう、まあでもほら、そのパンツはね、そう、ショートパンツとかでもいいかなって感じ。ああ、そうなんだ。単純に黒とかのね、まあ、男子はあんま分かんない。そうで、メガネもこれは890円でした、島村で。おお、安い。オール島村です。あ、これいいね、メガネね、うん、ちょっと見せてあげれば、ちっちゃく890円、安いよね。ね、安いね、かなりいい。ね、そう、こういうベストもいい感じで、確かに、ね、うん。で、僕はですね、去年ね、これは、まあ、下は GU なんですけど、うん、あと上はね、うん、これでね、パトランパトランのパーカーでね、うん、さっきのやつのね、一応色違いになります。うん、で、メガネもそうだし、メガネもファットランクだし、帽子もファットランク、同じロゴ入ってるもんね。完全にね、最近ね、マジでずっと着てるからファットランクさんの回し物じゃないかと思われたんだけど、全然違う違う、ただ本当に好きで着てるだけなんで、うん、ね、本当に好きだよね。本当に毎日着てるよね。うちもなんなら毎日着てるよね。まあ、何、結構着ちゃったやつをパジャマとかにね、うん、回したりとかね、うん、まあそんなんで、こんなんでね、うん、なんか2日目はこんな形で、こんな感じで、はい、ではでは続いて3日目に着替えましょうか。はい、はい、はい、ということで次3日目なんですけども、はい、どうぞ。まずこれ、うん、帽子がアウトドアっていうブランドのやつが1290円で帽子が売ってた。安っ。そう、モコモコしてるし、あったかい時期にいいかなっていうのと、あとこれです。これがね、フラワーニット。これ結構透けてるんだけど、うん、あったかいコート着る場合は別に中これでもいいかなっていうので買いました。かわいいね、なんかこれ1枚着てるだけでさ、日中の秋口はじゃあこれ1枚で、ちょっと夕方とかで肌寒くなってきたら上着いっちゃいますよ、着たりとかね。そうそうそう、なるほどね。で、このジーパンは GU なんですけど、ジーパンに今回は合わせたんだけど、これなんか女の子っぽい服とかでも合うかなって感じ。確かに、うん、可愛らしいじゃん。あんまりこういうの着ないもんね、普段ね。そう、着ない。似合うじゃん。ちょっと挑戦してみました。いいじゃん。俺も新たな挑戦してるよ。なんか
見覚えがあるんだけど何枚持ってんのよ色違い、うん、まあ色違いはちなみに4枚持ってるけどねそう、これもアイケンがやつの色違いでグレーで、で、これもでしょ。そう、これもね、うん、黒の帽子で色違いなんです。でこれはジョガーパンツ。そう、ジョガーパンツ、はい、こういうスタイルが一番楽なの、俺はね。知ってる、うん、でシンプルイズベスト、うん、それに限る、うん、いいですか、じゃあいいと思います。はい、じゃあ次4日目いきますはい、じゃあ続きまして4日目いきます、はい、4日目、いいよ、どうぞ。ね、さっきこれは紹介したじゃん、うん、ね、モコモコのベスト、うん、あ、これ脱いでもね、ちなみにね、大人っぽくて可愛い、これ。あ、本当だ、シンプルでね。そう、これいいじゃん、色がね、大人っぽくていいかな。確かに、そう、秋っぽいよ。めっちゃいいじゃん、うん、でもまたね、メガネにも合うしね。うん、大人っぽい。これも一応ファッションの一部にはなってるかな。うん、そうだよ、ゴムね。ヘアゴムね。そう、あの、なんだっけこれ、なんていうんだっけこれ、毛玉がついたゴム。今、毛玉が出なかったの。毛玉が出なかった毛割った、なんだっけなと思う。そう、これ1枚でさらっと切れるんで、うん、これいいね。これはね、輝いてました。確かに、え、後ろの方がちょっと長い。これがまたいいかもしれない。で、これ着ても可愛いでしょ。うん、いいと思う、いいと思う。はい、最高じゃん。俺はこれね、次ちょっと、まあこれもちょっとまたね、レベチなんだけど、これファットランク あのセットアップで、そう、セットアップでね、この帽子もね、ここにさ、同じマークがあるんですけど、うん、これはね、ファットランクさんのゲリラ的に販売してるものなの、うんうん、だ常に売ってるってわけじゃない。うーん、レアなんだ。これで、もう知ってる人がいたらもうやばい、目輝いちゃうと。輝いちゃうと、そう、後ろもね、こんな感じでさ、まあ、可愛いよね。そう、可愛いの、うん、これはマジでおすすめです、 お気に入りです、うん、まあじゃあこんな感じでね、あの次は5日目に行きたいと思います。はい、はい、続きまして5日目になりました。はい、あれどうしちゃったの、今回は。この衣装は、衣装じゃない、この衣装どうやったのだからね、このワンピース1枚で着れるかなと思って買ってみた。なんかどこぞのあの AKB さんみたいな格好してますけどうちの奥さん。いやいや、可愛いでしょ、うん、なんかベレー帽とかメガネと合わせたら可愛いかな。可愛らしい、可愛らしい。ちょっとね、後ろとかも、うん、いいんじゃない、かなりね。しかも1枚で着れるしね。そう、楽だよね。でね、結構サラサラ素材。あ、本当だ、うん、確かに。これになんか可愛いコートとか合わせたら絶対可愛い。あ、なるほどね。これとこれで、ね、デートするときは合わないけども、ありえないね。なんで合わせてくれなかったのかって気分似てるもんだけどこれはちょっとね、スポーツタイプだね、うん、スポーティーな感じより。これはもう上下、あ、帽子まで、うん、ファットランクさんです。あ、はいはいはい、そう、同じなんですよ、これ。だからあなた中に着てる T シャツもそうだけど、うん、それは言わないでくれこれとこれと、あと帽子もファットランクさんのやつ で、この帽子がね、またあのスポーツタイプのやつで、これ全然多分水でバシャバシャ洗っちゃっても大丈夫、うん、でね、これあったかいのよ、中も。あ、本当だ、本当に。じゃ、全然風通さないし、なんか走りやすそう。ていうかこれ光るやつとかついてんじゃん、ランニングとか。ほら、これフルやってくれ、どっから車来ても大丈夫ですよ、これねえ、右左にね、うん、いい、こうやって歩いてるね、うん、で、多分ね、あのそんな時のために最近ね、俺も結構トレーニングとかしてるじゃん、うん、でこういう、わかります、あの職人の方とかよくこういう素材ね、着てる人いると思うんですけど、うん、この編み編みになった素材です。これの長袖とかもさ、あるんですよ、こういう色とか、まず黒とかね、うん、で、結構ね、これはさ、濡れた後に、その要は汗かいた後に乾きやすいのよ、うんうん、もう職人さん、こういうの大好物だ。大好物、そう、仕事中も着てるし、うん、でやっぱ運動する時もね、こういうのあった方がいいじゃん、うん、いいね。ということでね、これも、まあ、また色違いでちょっとはい、ということで、じゃあ6日目に行きましょう。はい、はい、ついにですね、6日目となりました。どうでしょうか。これは今までご紹介したやつを組み合わせた感じで、ああ、なんかより秋っぽいね、うん、うん、あとバーバーがあんだね。あ、そうなんですよ、うちの妻の、 あのおばあちゃんがですね、そう、編んでくれた帽子ね、可愛いよね。これはまたね、うん、統一感あってね、確かに、かなり秋っぽい、うん、いい感じ。
全部島村だからね。ね、うん、めっちゃいいよこの。初めてじゃない多分島村さんでこうね、多分 YouTube でも俺ら初めてだもんね。初めて GU とかはやってるけど、うん、僕はこれはですね、まあ、さっきご紹介させていただいたそのセットアップの下のズボンと、あと上はねまたこれねロンティーで、うんうん、このね肩のところにもね、うんうん、プリントがあるね。プリントがあってこういう感じになっております。あ、後ろはないんだね。あ、タグが見えちゃってますけどそう。でもこれねやっぱね、なんだろうねその男性ってさ、まあ、タイプにもよるけど、うん、俺みたいに結構もうシンプルでっていう人も多いわけよ、うんうんうん、世の中ね、うん、そういう人におすすめ、うん、こういうさチーみたいに組み合わせとかさ、うん、やる人もね男性にもいるし、うん、俺みたいにザ・シンプルっていう人もいるからさ、分かるね。悩むのが嫌なんでしょ。何が何が悩むのが嫌なんでしょ。悩むのが嫌だっていうか、まあそれもあるけど、うん、まあ、シンプルな方が俺はいいかなと思ってるから、うん、そうそうそう、余計なこと考えなくて済むしね。まあね、うん、いろいろ時間の無駄だと思って同じ服買う人も結構いるからね。そうで、あとね、俺ハットリックさん好きなのが、俺大体 L サイズ着てるのね、サイズは、うん、そもそもね、僕はあの身長170センチで体重66ぐらいで L サイズ着てるんですよ。色味が好きなのよ、うんうんうん、結構ハットリックさんのこういうプリントとかの色味が、うん、それでね、よくご愛用してます。はい、はい、いいと思います。じゃあでは、最終の7日目に突入したいと思います。はい、ということで、はい、ついにですね、7日目の最後のコーデとなってしまいました。はい、はい、なんとですね、うちの奥さんですね、最後は僕の大好きなファットランクさんに合わせてくれるということで、はい、まあ、僕から1枚お貸ししました。はい、ね、可愛いでしょ。でも、あ、でもね、これズボンは島村です。あ、そうね、ズボンね、コーディロイズボン、うん、シェフパンツだね。可愛いでしょ。うん、すごい、あの多分ね、まあ俺はファットランク着てるからっていうのもあるけど、うん、7日間のコーデの中で一番多分合ってると思うよそうだね、そう、お互いね、やっとリンクしたね。そう、やっとリンクしたはい、でね、後ろもね、こんな形で、うん、まあこれは色違いなんですよ、僕、うん、でこういうね緑色系のね、うん、ズボンと明るい系の白と合わせても可愛いしね、暗めな感じで言ってもさ、シンプルでいいしさ。じゃこれも L サイズだけど、結構ダボっと着れば、あ、そうでしょ、うん、女の子はね、最近オーバーサイズも流行ってるんで、うん、で、あとね、これをちょっとまだ、すごいね、当分よく買わないでね俺長年着るんで、洋服を大切にするんで、まあ、今回はね、いろいろとたくさん買ってしまってますけど、これはね、うん、あ、そうそうそう、これもパーカーで、うん、まあ、ここはね、P でちょっと違うんですよ、ロゴがね。そう、ロゴが違って、うん、で、後ろがアルファベットっていう体のね、スランド文字みたいなね、うん、そう、で、これはまたそれの色違いでございます。はい、まあ、こういう感じで着てもね、いいしね、うん、ということでね、あの1週間コーデをやらせていただきましたけども、はい、もうね、でも思った、2000円を超えるものがほぼほぼない、島村。安いよね、1200円とか1400円とか安かった。結構ね、お声もいただいてたんですよ、その島村さんのコーデやってくださいとかね。うん、そうそうそう、なんで今回ちょっとやらせていただきました。はい、で、またね、あのインスタとかでも僕、うん、まあ、結構本当に普段から着てるんで、うん、ちょくちょくこういう僕の着てるファットランクさんとか、うん、それともインスタで投稿させていただきますので、はい、そちらの方も皆さんぜひぜひチェックしてください。ということで今日はね、1週間コーデをやらせていただきましたので、また明日の動画も楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。